ADHD は通常小学校の高学年頃までには症状が現れて気づかれることがあります。しかし不注意優勢型の場合は症状が見逃されて大人になっても残ることがあります。特に女性に多いようです。多動性は子どもの間で年齢とともに収まっていくことがありますが、貧乏ゆすりなどの細かい動きやおしゃべりといった形で現れることもあります。衝動性は地道な努力が難しく、即時の報酬を求めたり、じっくりと考えずに重大な決断をする傾向があるかもしれません。大人の場合、交通事故に巻き込まれたり、お金に関する問題、クレジットカードの多額の支払いなどや、ギャンブル、異性との関係に没頭しやすいといった形で現れ、リスクの高い人生になることもあります。今回は、そんな ADHD の3つのタイプや診断基準、ADHD に似た精神疾患などについてやっていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。ADHD の人は職場では何とか対応できることがある一方で、家庭の中では女性にとっては特に大変さを感じることが多いです。 ADHD のお母さんは毎日同じルーティンや家事を継続することが苦手なことがあります。自分がうまくできないと感じながら子供に日常の習慣を身につけさせるのはなおさら難しい課題です。地道に繰り返し指導することは忍耐と時間、労力が必要となります。また我慢することが難しく、子供にすぐ怒りをぶつけてしまうことがあり、子育てがうまくいかないこともあります。子育ての難しさから、私はうまく母親になれないんだと自己評価が低くなり、自信を失ったり、子供の未来に不安を感じることもあります。家事や日常の準備も負担となります。女性の役割としての家事や子育てが順調に進まない場合、夫婦関係にも影響を及ぼすことがあります。ただ自分の特性を夫に理解してもらうことで、二人で協力して克服することが可能です。ADHD には不注意優勢型と多動衝動性優勢型の2つのタイプがあります。これらのタイプは静と動といった対照的な特性を持っています。また不注意と多動衝動性の両方の特性が同時に見られる混合型も存在します。不注意優勢型、このタイプの人はぼんやりとしたりぼーっとしていることが多く、細かいミスが頻繁に起こります。片付けや掃除などの作業を始めることが難しく、作業が進まないことがあります。買い物中に大切なものを忘れたり、税金や保険の支払いを忘れてしまうこともあります。日常的なルーティンや家事をうまくこなせず、書類の整理も苦手です。自宅や作業場も乱雑で、計画性が欠ける感じがあります。このタイプの人が ASD 自閉症スペクトラム障害の特徴を持っている場合、同じように不注意の症状があるものの、興味があることに集中しすぎて他の作業が進まなくなることもあります。多動衝動性優勢型、このタイプの人は落ち着きがなく、イライラしやすい一方で、退屈な状況では居眠りをしてしまうことがあります。他の人とのペースが合わなくてイラつくこともあります。即時の楽しみや報酬を求める傾向があり、計画的にお金を使ったり貯金をすることが難しいです。地道な努力をすることが苦手で、結果を急いで求めるために自分の能力を十分に発揮できないこともあります。また他人のペースや意見を尊重することが難しく、チームワークを乱すこともあります。評価が本来の能力に比べて低くなり、昇進に影響を及ぼすこともあります。ただし反射的に行動したり、新しい状況に適応する力が求められる職場でも成功することがあります。ADHD の診断にはアメリカ精神医学会の DSM-5 などが用いられています。以前の診断基準と比べて、大人の症状にも焦点を当てた基準となっています。不注意の9項目と多動性・衝動性の9項目があり、17歳以上の場合、これらの症状から5つ以上が該当する必要があります。以前の DSM-4-TR に比べて、大人に特有の症状が追加されています。他にも、欲求不満に耐えることができない、
怒りっぽい、気分が不安定であるなどの症状も見られることがあり、学業や仕事の成績に影響を及ぼすこともあります。大人の場合、外部から見ると問題に思われないことも多いですが、家族や同僚にとってはかなり大変な状況になることもあります。また一般的には十分に機能しているように見えても、子供との関係だけが非常に難しい場合もよくあります。本人の自覚症状だけではなく、一緒に住んでいる家族や仕事仲間がその人をどのように見ているかも正確な診断をする際に重要です。本人は自分では時々全く問題ないと感じることがあります。似たような症状を持つ他の状態との違いを見極めることが欠かせません。診断基準に挙げられている内容は基本的には脳の前頭葉の機能に関連しており、実際には ADHD 以外の病気でもよく見られることがあります。その基準として考慮されるのは、極端に強い不安や緊張はないか、コミュニケーションに問題はあるか、非常に気力が低下しているか、人間関係はどうかなどのチェック項目です。ASD と ADHD は中心となる症状が異なります。 ASD では主に人との関わり方に関する症状が特徴的であり、 ADHD では集中力、行動、衝動のコントロールなどの問題が中心です。これらの障害は見かけ上似ている症状があるかもしれませんが、実際には大きな違いがあります。これらの違いを理解することで適切な対処法を選びやすくなることが多いです。例えば遅刻の問題を考えてみましょう。 ASD の場合、遅刻の原因は朝の支度の段取りが悪いことが多いです。しかし支度の手順をリスト化してスケジュールに組み込むことで問題がスムーズに解決されることがあります。また ASD の人は一つのことにこだわりすぎて他のことに時間を割けなくなることがあります。一方で ADHD の人は注意が散漫で違うことに次々と気を取られがちです。そのため支度が途中で中断され遅刻の原因となることがあります。彼らは一度決めたことには集中して取り組むことができますが、それを続けるのが難しいことがあります。このように ASD と ADHD の人々はそれぞれ異なる特性を持っており、遅刻の問題を含めて日常生活に影響を及ぼす方法も異なります。適切なアプローチを選ぶためにこれらの違いを理解することが重要です。また ASD の人は変化に敏感であり、新しいことに苦手意識を持つ傾向があります。一方で ADHD の人は同じことを継続するのが難しく、新しいことに興奮して取り組むことが多いです。新しいことに取り組む際には彼らはワクワクして前向きな気持ちで挑戦することができ、意外とうまく対処できることもあります。ASD の人からすると飽きっぽい印象を持つ ADHD の人はいい加減な態度やだらしなさを見せているように感じることがあります。一方 ADHD の人から見ると ASD の人はこだわりが強く、自分のやり方やルーティンから逸脱することが難しいと感じることがあります。しかし DSM-5 では ADHD と ASD が同時に存在することが認められています。しかし実際には厳密に区別することが難しい場合もあります。両者の特性は一緒に現れることがあるため、個々の人の状況や症状を詳しく評価することが重要です。発達障害や他の精神疾患にはいくつかタイプがあり、 ADHD や ASD と混合されやすいことや併発することもあります。限局性学習症は一般的な知能水準が標準的であるにもかかわらず、特定の学習領域で極端に苦手意識を持つ状態を指します。読字障害、読むことが難しく読んだ内容の理解が難しい。書字障害、読むことはできるが漢字などを書くことが苦手、簡単な文章や報告書などを書くのが難しい。算数障害、簡単な計算でもつまずき、数や数量の概念の理解が難しい。限局性学習症を持つ人々は大人になっても仕事などで苦労することがあります。読むことが全般的に苦手なタイプや、耳から聞いた情報を理解しにくいタイプ、字を書くことや文章を書くことが極端に苦手なタイプなどがあります。努力しても認知的な弱さが現れてしまい、成果を上げるのが難しいことがあります。学生時代に勉強がうまくいかず、その経験が苦い思い出となることもあります。
また ASD や ADHD を持つ人々が限局性学習症を併発することもあることに注意が必要です。これらの障害が同時に存在する場合、個々の特性を理解して適切な支援が必要とされます。うつ状態やうつ病は発達障害を持つ人によく見られる問題です。発達障害の人はストレスを受けやすく、その結果として気分が暗くなり、やる気が低下することがあります。自分の努力が報われずに焦りを感じ、神経をすり減らし自分を責め続けてしまうことがあります。これが重くなるとうつ病に進行することもあります。不安症とは、特定の人が不釣り合いに強い不安を感じる状態を指します。不安感や疲労感、イライラ、集中力の低下なども見られることがあります。発達障害の人の中には特に不安が強い人もいます。彼らは日常の状況で普通よりも強い不安を感じることがあります。双極性障害は、うつ状態と活気のある躁状態が交互に現れる状態です。躁状態では注意散漫になったり、エネルギーが高まったり、無計画な行動が増えたりすることがあります。これは ADHD に似た症状で、躁状態では自己制御が難しくなり、金銭や人間関係でトラブルを引き起こすこともあります。双極性障害は周期的に繰り返す傾向がありますが、 ADHD の気分変化は短期間で起こり、数時間から数日程度で収束します。これらの状態は発達障害の人々によく見られる問題であり、適切なサポートや治療が必要です。それぞれの症状や特徴を理解して適切なアプローチを取ることが重要です。また ASD の人々は特定の興味や活動に没頭して長時間取り組むことがある一方で、その後に疲労や過労による寝込みなどが見られることもあります。これにより双極性障害との類似点が生じ、混同されることもあるかもしれません。状態が重なることもあるため、適切な診断と専門家の指導が重要です。双極性障害と ASD が重なった場合、適切な治療やサポートプランを立てることが本人の健康と幸福に向けた大切なステップとなります。脅迫症は、手洗いや施錠の確認などを何度も何度も行う、あるいは同じ考えや行動が頭から離れないという症状です。このような脅迫的な行動や思考があり、それに多くの時間を取られると普段の生活がうまくいかなくなることがあります。脅迫症状が強いと、日常生活の中で何度も同じ行動を繰り返すため、 ADHD の症状に似て見えることがあります。また ASD の人が適応能力が低下すると、脅迫症状が現れることがあります。統合失調症は、幻覚、見えないものを見る、妄想、現実と異なる信念を持つなどが特徴的な精神疾患です。通常は中学生以降に発症することが多いですが、高校生や大学生、成人してからも発症することがあります。統合失調症の人は、以前よりも行動や思考にまとまりがなくなり、日常生活が難しくなることがあります。特に片付けられないという症状が顕著であれば、統合失調症などの精神疾患の可能性があることもあります。境界性人格障害は、自己や他者のイメージが不安定で、感情や思考をコントロールしにくい精神疾患です。関係性の維持が難しく、人々とのつながりに困難さが生じることがあります。境界性人格障害の人は、感情が急激に変化することがあり、不安や怒り、寂しさなどが一度に現れることがあります。ADHD の人々が刺激を求めるのに対して、境界性人格障害の人々は他者との関係を強く求め、時には傷つきやすくなり、その感情的な苦痛を癒すために刺激を求めることが特徴です。また ASD の人々の対人関係の持ち方も、境界性人格障害の特徴に類似することがあるため、見た目で混同されることもあります。これらの症状や特徴は、個々の状況によって異なる可能性があります。正しい診断と適切な治療が、以上の疾患を理解しサポートする上で大切となります。以上が ADHD の3つのタイプや診断基準、 ADHD に似た精神疾患などについてでした。この動画が参考になれば高評価、チャンネル登録をお願いします。
また ADHD について理解が広まり、暮らしや支援に役立つことを願います。学びにつながればコメント欄にてアウトプットをしてください。アウトプットをすることで記憶の定着につながります。ではまた。